こんにちは、マンダです。前回できるだけたくさんの人に分かってもらえるように人生8の動画撮りますってお話をしましたけど、こちらがねその動画になります。ゆっくりねリサーチをお見せしたいと思います。過去にこういう動画もね作ったんですけど、最新のね僕が最近やってるようなやり方、もしくは今まで見ていただいた動画に沿ってこういうやり方どうですかっていう提案をさせていただきたいなと思っています。リサーチでね苦しんでる人って多いと思うんですよ。今稼いでる人たちっていうのも自分で工夫してできるようになったんだけど、習ってねやっとできるようになった人っていうのもたくさんいます。苦しむ人も多いですね。一つ言えるのはやっぱりそこの乗り越えてお金稼げるようになるっていうのがあるので、ここはやっぱねぜひ物をしていただきたいなと思ってるところなんです。だから何回でもやりますけど、新しく取り直そうと思ってます。で、実はそのね画面収録に関してはこのあとね別撮りでやらせていただきますから、実際に僕がやりますけど、まあ、自宅でやってます。見ていただければと思います。リサーチやっていきましょう。今日僕お見せしたいなと思ってるのは、まあやり方ね、どうやってやるかって改めて初心者の方でもできるようにっていうのをやりたいなと思うんです。一連の流れを説明したいなと思うんですけど、その中でできればこれ買えば儲かるみたいなのを見つけられたらいいなと思って、ちょっと本気でやります。予習もしてないからどうなるか分かんないですけど、やってみます。流れをね知っていただければと思います。だから説明しながらゆっくりやりますよ。で、まあヴィンテージ T シャツとかしましょうか。夏近いから今4月なんでね、今から仕入れていくと高く売れるかもしれない。まあヴィンテージ T シャツ、まあ皆さんご存知かどうかは知らないんですけど、こんな高く売れてんの実は古い T シャツってね。今入札多い順でちょっと見ちゃってますけど、ちょっと値段高い順にしてみようかな。どんぐらい高く売れてるかっていうね、19万とかすごい高くないですか。こういう値段で売れてるの実は T シャツってね、古いものは見ていくと、まあアーティスト、ムービー、バンドなどなど、簡単になんかどういう T シャツかって説明してみましょうかね。ヴィンテージパウエル、これはねスケボーのチームなんですけど、すごく有名な選手が作ったものなんですよ。もともとサーフィンの代用品みたいな感じでスケートボードが生まれるんですけど、その頃少年だったねスター選手みたいなののうちの一人がこういうチームを作ったんですね。ちょっと見てみましょうかね。パウエル・ペラルタっていう人がね、ボーンズっていう、まあ、こういうチームを作って、当時の T シャツなんでしょうね。これ復刻もあるから、まあこの柄があるかわかんないけど、当時のものなんですよね。それがまあこういう値段になるっていう。20万ですかね。まあ非常に綺麗ですけどね。これはね、なかなか本物か見分けるのは難しいと思いますね。初めてやる人、興味がない人はね。だから、これと全く同じものかどうかっていうのはちょっとさて、大きい、まあこのブランドのね、古いもの高くなるよっていうのは知っておいてもいいかもしれない。で、モスキートヘッドっていうのは、アーティストですね。80年代、90年代活躍した、これまあもともと黒い T シャツでしょうね。黒い T シャツをブリーチしたりとかして、大きなサイズの版ね、シルクスクリーンを使って、重ねてプリントしたりとかしてね、こういう柄を作ってやる、総柄の T シャツを作る、まあアーティスト集団みたいな人たち。今はなんかもうすっごい大きくなっちゃって、女の人の雑誌とかで紹介されたりとかもしているみたいですけど、作品みたいな感じですね。だからまあこう高いんだけど、すごくレアなものというかね、状態が良いものなんかはね、超希少って感じで売られてますけど、ここでなんか見ていってほしいのがね、やっぱこう、多くは1件の入札で売れてるんですね。つまり、即決価格とかね、もしくは高い値段で出品して、入札が1件あって、まあ、他の人は入札しないで落札されたとか、そういう売り方が高値にはなりますよね。これ1円出品じゃなければ、これもっと高く売れたかもしれないんだけど、まあ1円出品って早いからね、1円出品でも値段が上がるものだからっていうことでこういう風に言ったかもしれない。このニルバーナとソニックユーズはまあどちらも90年代のバンドの T シャツですよね。もう信じられない、僕90年代もう生まれてましたし、当時こういうのを普通に売ってたから数千円だったものですよね。こうやってね古いものって値段が上がるんですよ。シャネルのはちょっと僕わかんない、ブランド品のものなんでね、本当に古いのかもちょっとわかんないです。これ引退するから、もうやめるからってことで、まあセットで売られてますけど、このセットで売ってるのっていうのは、まあ1個あたりいくらかっていうのはちょっとわかんないので、ちょっとこれは飛ばしますね。まあ、ラスベガスをやっつけろっていうのは映画ですね。これは面白い映画でしたけど、野村くん一さんっていう人は編集の人かな、ライターっていうのかな、すごくまあかっこいい人でね、
インタビュー記事なんかをまとめた一冊にしてね、売ったりしたところが有名だったから、まあ、スプートニックっていうね、その中心人物だったような方ですね。まあ、そういう人も来てたってことなんかな。これも結構よく検索されるというか、熱狂的なファンがいるようなキーワードなのかなとは思いますね。まあ、90年代のものは結構売れてるんですね。ピンクフロイド、これもバンドですね。エミネムは90年代だったかな、2000年代だったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあラッパーですよね。こんな値段になるんですね。8マイルはまあ映画ですね。エミネムが主演した映画。レディオヘッドもまあバンドですね。ニルバーナもバンド。ACDC もバンド。ビョークはまあバンドじゃないですけど、まあアーティストね、歌手ですね。これは昔からある柄ですけど、僕これね、小学生の頃軽井沢で親に買ってもらったことありますよね。そんぐらいなんか変なポピュラーなモチーフなんですけど、多分ただお腹のあたりにこうでっかく、でっかくプリントされてるだけだと思うんですよ。こうそうそう、こういうやつ。普通に売ってそうじゃないですか。どこのブランドがやったかとか僕知らないですけど、スマイル君のヘッドショットとか言われていますよね。こういう金額で売れてるってのはすごいなと思いますけど。で、ニルバーナ。ニルバーナはね、このカート・コバーンっていう人がすごい人気がある人だったんでね、死んじゃったんですけどね。っていう感じで、バンド T、ジャッキー・ブラウンは映画ですよね。映画 T。そういうのがやっぱすごい高いですね。木村拓哉着用っていうの未だにあるんですね。これも結構ね、こう、キムタクをファッションリーダーとしてね、崇拝してる人っていうのもやっぱ多いんでしょうね。グッチ、ディズニーとかは古いかは僕わかんないです、全然。このナイキのこれは古いですね。70年代とかの。風車ロゴとか言われますけどね、うん、僕これ持ってましたね。時計仕掛けのオレンジ、まあそうだね。映画とかが多そうですね。キッズも映画ですね。サイズはやっぱこの XL サイズとか、まあ大きく着る人が多いから、僕 XL とかね、普段着てるんでね、ムーブメントとしては嫌ですよね。僕は XL 以下は着れないのに、 XL以下着れる人が XL 着るわけですからね。これなんでこういうことが起きてるかっていうと、もっと一般的にいいサイズね、 SML こういうサイズが枯渇してきて、こういうことが起きてるっていう、そういう流れなんですよね。実はね、流行ってるから買ってるっていうのが買う側の行動なんですけど、なんでこういうのが流行ってるかっていうと、もう XL しかないから、 XXL しかないからっていうのが実はそういう理由ですよね。古着屋さんとかそういうの流行らせようとするのはそういう理由。広角機動隊なんてアニメの T シャツですよね。アニメの T シャツなんかもやっぱり売れてますよね。アキラなんかもね、高く売り買いされてる T シャツありますよ。ということで、結構ポピュラーなモチーフがすごく高いっていうのはなんとなく分かっていただけるかもしれないと思います。こういうね、カルチャーとかが好きな人にはこの商材はね、めちゃめちゃやりやすいんじゃないかなとは思うんですよね。で、ここで何をやっていくかってことをまず説明しますと、これがないかっていうのを皆さん見ていってほしいんですよ。さらにキーワードね、この場合だったらボーンズっていうブランドですけど、あとはパウエルねのハンドプラントって柄なんですけど、まあ、骸骨がこう手をついてね、空中に浮いてるような柄なんですけど、まあ、パウエル T シャツ XL で検索して、他の柄どんなのがあるかっていうのを知ってもらったりとかね。だから今あるないとかよりも知ってもらうためにまずやるわけですよ、リサーチってね。さらにある時に買っていけばいいっていうだけなんで、まずそういうことをやっていきます。同じことですね。モスキートヘッドの他の T シャツどんなのがあるかで、古いのがいいと思いますよ。これなんか今あるのかわかんないけど、まあ、ちょっと前まであったから最近のと同じってわけではないと思うんですよ。モスキートヘッドの中の高い T シャツどんなのがあるかっていうのを eBay とオークファン使って調べていくっていう、そういうことをやってほしいんですよね。これだけ言っただけでできる人っていうのはどん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 ね、こうもっと古い結果のものとかね、調べ出してそういうところからスタートするといいと思う。例えばこれ21ページあるわけだけど、もう10ページ目ぐらいから見るとかね。まずカルチャーとかで詳しくない人はやっぱ最初からね、知るたびに全部見ていった方がいいと思う。なかなか見つからないと思うんですよ。結果的にはこの動画出ちゃったら何百人かの人は見るわけだから、そのうちの何百人かはまた行動するわけだから、これはもう早い者勝ちになっちゃうと思うんですよ。これも早い者勝ちになっちゃうと思う。でも10ページ目になると見てる人って少なくなってくると思うし、最初から10ページ目から見る人もいるから、10ページ目はもう同じものはないかもしれない。だけどみんなが見てないところまでたどり着けば、ね、これ例えば
去年の夏とかね、3年前とかね、そうすると何回か夏がありますから、そういう時にいくらで売り買いされてたかなんていうのを調べていくと、より今見てる人が少ないデータを見ることになるので、実際に儲かる T シャツが手に入る可能性が高くなるかなとは思います。だから数を見る必要はあると思いますよ。それからもう一個、この出品者さんそういうことに詳しいと思うんですよ。だからこの出品者さんクリックして、この出品者さんクリックして、この出品者さんクリックして、他にどんな T シャツ売ったかなんていうのを見ていってもらいたいなと思っています。じゃあその流れをね見せたいなと思いますが、じゃあまずもうこれ一番高く売れてるこれね、これは僕ねないとは思いますよ。でもちょっとこれがないかっていうのを見ていきましょう。ちょっと開いて、ボーンズパウエル、ちょっと eBay に行きますよ。はい、 eBay ボーンズパウエル、パウエル・ペラルタっていうのは人ね。で、これはおそらくというか、まあ、復刻というかね、まあ、これ結構一番ポピュラーながら、こういう値段で買えるのに、当時のものは20万ぐらい出して買う人がいるっていうことなんですよ。まあ、この事実がやっぱまずね、驚きですよね。こういうのとかね。ボーンズってチームはね、不良っぽくないのよ、実は。優等生っぽいんですけど、でもまあ、こう、不良っぽいよね、柄はね。だから僕は大嫌いなんだけど、不良っぽい雰囲気がね、当時のスケーターっていうのはやっぱあるんで。で、これ選手ごとのとかもあるんですよ。この所属してる選手ごとのね。例えば、トニーホークとかね。なんか、ど忘れしちゃったけど、何人かこう、青年たちがこう、所属してまして。で、これちょっとヴィンテージってつけてみましょうかね。ヴィンテージ。80年代っす。これとかはなんか良さそうですけどね。ちょっとこれ別の T シャツの T と離れてないやつだったら68アイテムあるよって勧めてはくれてるので、まあ、まずこのまま見ますけど、80年代のとかだったらこれ結構いいんじゃないかな、まあ、状態とかはちょっと見てみないと分かんないですけど、パウエル・ボーグ T シャツ高い順で見ましょうか。昨年売れたかっていうのも見ましょうかね。夏がメインだと思うから。このサンタクルーズとかっていうのはライバルチームみたいな感じですね。これね、これは最近のやつなんかな。ヴィンテージじゃないのかな。ヴィンテージのイエローとかなんか良さそうですけどね。あ、これが1990年ピンクのやつの別カラーっていうのかな。着込んだやつだと思いますけど、そういうのはまあこういう値段なんでしょうね。ピンクがレアなんかな。ちょっとピンクのもちゃんと見てないからよく分かってないけど、高いのは高いですよね、やっぱね。この黄色も売れた結果はないんですけど、ヴィンテージつけるかな。1年とかにしましょう。ちょっとバラつきがすごすぎて、なんかちょっと怖いですね。パウエル・ペラルタに関しては僕が詳しくないから。詳しかったらね、これはこういう理由で高いとかって皆さんにも自信を持ってお伝えできるんだけど、あ、このアニマルチンとかを、アニマルチンを探せっていう、このチームがね、ビデオ作品を撮ったんですよ。この人たち革新的だったのが、そういうね、ビデオ作品とかを撮って、ストーリーになってるんですよね。ボーンズってね。その中でも結構名作って呼ばれるようなアニマルチーンを探せっていう、それのジャケットですね。そこそこ高いですよね。T シャツですよ。1万3000ね。さっきの20万円とかちょっと全然違うけど。これはね、T シャツじゃなくてアイロンワッペンって書いてあるから飛ばしますね。これがね、黄色い T シャツだったらね、ちょうどあったんですけど。こういうの、まあ、出品はされてますね。覗きボーンズっていうんだ、これ。23000円。23000円だったらダメよね。230ドルとか。ね、10万とかね、行くんだったら欲しいですけど。これはね、だから多分、こう、スケボーが作られ始めてから20年も経ってない頃なんですよね。こういう年代って。70年代からなんか作り始められてるから。あの、樹脂製のね、ウィールっていうか、あの、タイヤみたいな部分とかを装着してる競技とかで使えそうなね、スケボーが発明されてから、まだそんなに時間経ってない。あの、木の板にタイヤをつけただけみたいな、もうちょっと原始的なのは1950年代ぐらいからあることはあるんですけどね。ただスーって乗るだけのやつね。スティーブ・キャバレロっていうのもそのチームの中の人気選手ですね。
キャバレリアルっていうね、技とかありますよね。なんかすごいくる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 って回る空中を。このドラゴンはその人のキャラなんですね。これ竜。そういう風にね、あの選手ごとにキャラクターがあったりするわけなんですよ。マイク・バレリーって、まあ、一世代後の選手ですけど、超すごい人ですね。マイク・バレリーね。ゾウさんですね、この人はね。体も大きい。まあ、少年の頃は細かったっすよ。でも今もうすっごいごっつい感じのね。今でもやられてますよね、スケートをね。ちょっとごめんなさい。全く同じなのは、今、見つけられなかった。今あるものが売れてるかっていうのはちょっと全然わかんない。アニマルチンの黄色とかなんか売れそうな気がしますけどね。あとこれとかね。でもこれが本当に古いかどうかとかやっぱちょっと調査しなきゃいけないから、まあ僕も詳しくないんで、皆さんもちょっとわかりにくいかもしれないけど、実際に売れたものをね、見ていきましょうね。まずね、このソールドアイテムズっていうところをチェック入れますね。クリックするとチェックつくんですけど、ソールドアイテムズっていうのは売れた商品、同時につくのがコンプリテッドアイテムズ、取引完了しました商品っていうのが一瞬チェック入るんで、ちょっとこれ押してみますよ、ソールドアイテムズ。ほら、一瞬ついて、画面が変わって、実際に買われてったもの、これ緑の値段になってます。ボロボロなんだけど、やっぱこう、売れるんですね。1万円5000円ぐらいで売れてますよ。まあ、売れてるのこうやっていっぱいあります。ヴィンテージだとね。ちょっと僕、これ、不良っぽいから、僕は全然好きじゃなかったんで、わかんないんですよ。この、ね、一番ポピュラーな柄が高く売れてるんだったら仕入れてもいいかなと思ったりするんですけどね。そう、まあちょっとこの売れてったところを見てもこれと同じものがちょっとなかったんで、ちょっと今回は撤退。でもこれ詳しい人はね、儲かると思うんですよね。特に夏、まあ今年もこういうの流行るかもしれないですね。ちょっと次、同じようにやっていくんですよ。これ見てなかったで、パウエルでどうかとかボーンズでどうかとか見ていくんですけど、これキーワード変えてみるとまた全然違うもの出てくるかもしれない。パウエルって抜かそうかな。パウエル、ボーンズ、本当のただの骸骨も出てきちゃうっていう感じなんですけど、まあでもやっぱこの柄はなんか結構ポピュラーっぽいですね。これもモスキーテッドでどんなのあるか、これがなかった場合にもね、そういったことをどん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 調べてほしいなと思うんですよ。やり方は本当これと一緒ですよ。このソールドアイテムズをここをチェックして、そうするとここにもつきます。コンプリテッドアイテムズにもね、これをずっとやっていくんですけど、まあ検索キーワード儲かるんですよっていう意味では、こういう T シャツね、数が少ないから儲かるっていうのはもちろんあると思うんですよ。先ほど見ていただいて、まあ現行のねレプリカもしくは偽物みたいなのもたくさんあるんですよ、それぞれ。だから当時のものを買っていくっていう必要はあるんですね。逆に当時じゃないのも別に売れてるとは思います。価格差だったらそういうの仕入れてもいいかもしれない。だからこれって何件あるんだ、21ページありますよね。これ多分1年とかにしたらもっともっと増えるかもしれないです。これ直近30日の結果なんでね、これをとにかくたくさん見ていただくっていうのをやっていただきたいと思います。ヴィンテージ T シャツだけじゃないですよ。ただ夏までまだ時間あるし、夏に一番今よりももっと高くなりますから、今これ4月に撮ってますから、まあ3月の結果とかこうやって出てるんですけど、 T シャツってなんか皆さん想像できるじゃないですか、形がね、素材とか手触りとか質感がわかるから親しみが湧くかなと思って紹介してみたんですけど、まあちょっと1個検索しただけではもちろん見つからなかったけど、これ全部やっぱ見ていただくともしかしたら見つかるかも知れません。動きはどうですか？理解できましたか？この動画見ていただいて、まあ僕は見つけられなかったんだけど、他にも何ページもあるから、皆さんぜひこの先もね見ていただけたらと思ってます。こうアキラもねすごいのよ。変な偽物みたいな復刻みたいなのもあるから、これはちょっと気をつけてほしいんですけど、こういう値段で T シャツやり取りされてます。これ今2ページ目ね。一番上のページはもう20万とかでやり取りされてたけど、それはやっぱ稀ですね。でも1万円ぐらいで買って1万5000円ぐらい利益みたいな、そういうことはね結構現実的にあり得るので、ぜひちょっと見ていただければなと思います。いかがでしたでしょうか？分かんなかったこととかないですかね？分かんないことがねなければいいんですけど、もしね分かんないことがあったら、それね疑問のままにせずにコメント欄に質問ください。他の方のためにもなりますから、お答えできるように僕もできる限り回答しますので、どんどん分かんないことは聞いちゃってください。このねマニュアルに関しては概要欄タップしていただいて LINE を登録していただくと無料でもらえるようになってますから、
ぜひね、もらっちゃって自分でもね、頑張ってみてください。僕も今ね、コンサル生とかちょっと募集してないので、この動画を見て、なんとかチャレンジしていただければと思っています。eBay 輸入のね、リサーチの方法、それから仕入れの仕方、出品の仕方、いろいろね、ステップがあると思うんですけど、マニュアル見て、ぜひチャレンジいただければと思っています。物販の最新の情報とかね、無料のウェブセミナー、こういう案内もさせていただいてますから、ぜひね、LINE 登録してみてください。今回も見てくださってどうもありがとうございました。マンダでした。